こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。昨日からレンタル開始したスペーシー Wi-Fi の 601HW についてまたちょっと速報があります。またちょっと速報的な情報を出そうと思うんですけども、こちらの動画ではですね、新たな情報を2つ出したいと思います。1つはいい情報で、2つ目はちょっと悪い情報になります。1つ目の情報なんですが、昨日私が出した検証動画の中で、皆さん思ったと思うんですけど、下りの速度はまあそこそこ速かったんですけど、上りの速度が異常に遅いと思われたと思います。私もですね、上りあまりの遅さにちょっとびっくりしたんですけど、こちらですね、今日ちょっと外出しましたので、外出先で、昼の時間帯にですね、計測した結果がありますので、そちらキャプチャー撮ってあるので動画で、一緒にご覧ください。まず1回目なんですけど、こちらですね、場所は神奈川県の、辻堂市内の、某大型ショッピングセンター内で、時間はですね12時半前後に撮ったものになります。はい、ではご覧ください。3回測定しています。次もですね、同じく、辻堂内のショッピングセンターで、今度は14時半ぐらいですかねに計測した動画がありますので、そちらの方をご覧ください。はい、せーの。はい、というわけで、昼間の時間帯に3回ずつ測定した結果を見ていただいたんですけども、こちらがですね12時半前後に3回測定した結果、
こちらの3回が、14時過ぎにですね測定した結果で、見て分かりますようにいずれもですね下りはもう 40Mbps 台出てまして非常に高速でした。上りもですねこちらですね昼の時間帯にもかかわらず、18Mbps ですとか 13Mbps ですとか、まあ、遅くてもですね 7.5Mbps 出てるっていうことが分かりました。というわけでですね、昨日の私の動画での検証結果は、上りが激音だった原因としてはやはりうちのロケーションのせいでちょっとソフトバンクの電波と相性が悪いんだろうなということがこちらの結果で分かったと思います。ですので、私の動画を見て 601HW の上りが遅すぎて、配信者にとっては使えないと思った方がいらっしゃいましたら、そんなことはないという結果がこちらで出てますので、まあ、それはですね安心していただきたいと思います。はい、それでですね2点目の情報なんですけどこちらはちょっとですねよろしくない情報になります。今日ですね外出先に車で向かう間ですね、私はまあいつものような使い方でラジオ代わりに YouTube を流したりとかですねしてるんですけど、まあ、それにこちらのルーターをつないで片道1時間ぐらいなんで、まあ、往復で2時間ぐらいですかね動画を流して見ていたんですけど帰りのですね自宅に着く直前ぐらいになって急に動画がですね 144p に落ちてでしかもですね30秒おきぐらいに動画が止まり始めたんですよ。くるくるとでと思いましてこれってもしかして規制されてるっていう感じになってですねで使用量を確認してみましたところはい、こちら分かりますでしょうか。ですね1日前が昨日ですねこれがルーターの使い始めの初日で、まあ、昨日検証やりましたように、まあ、午前0時前ぐらいまでで、まあ、4.29GB 使ったんですよ。でこれでですね昨日の検証では、特に速度規制入らなかったっていうことで動画を上げました。なのでこの当日のですね今 3.18GB 使ってますけどこちらは夜中の0時からの積算になるはずなのでまだですね4ギガに達してないですよね。 3.18GB なの でその状態でですね、まあ、動画が 144p で、くるくるモードになってしまいましたと。でこちらのルーターのですねお知らせを見たらお知らせが2件来てまして、本日の14時51分と15時3分に、お知らせが2通来てます。で14時51分の方のお知らせを見ますとこちらですね対象電話番号何番は、残り 200MB で通信速度を低速にいたします。お問い合わせは企業管理者様へお願いしますという警告が来ていました。でですね15時3分の方を見ますと、対象電話番号〇〇は通信速度を低速にいたしました。お問い合わせは企業管理者様へお願いしますということで規制モード入っちゃってましたね。試しにですね今この状態でスピードテストを撮ってみます。今は自宅で撮っています。じゃあ測定してみます。せーのスタート。はい、見ました皆さん。上り下りともに 0.06Mbps しか出てないってことはもう完全に規制モードに入っちゃってますよね。もう一回こちらのデータ使用量のカウント見ますけどこれ当日まだですね 3.18GB なんで 4GB 使ってないんですよ。で一応こちらのカウントはですね目安ということで正確ではないとは言ってるんですけどちょっと 4GB までにはまだですね 800MB 以上差があるのでそこまで誤差があるとは思えないんですよね。で今日はですね行き帰りにまあ YouTube かけながら行きましたけど画質は確か 360p か 480p で見てたと思うのでまあ往復2時間見たとしてここまでデータ使うと思えないんですけどちょっとなんでなのかなと思いますね。今日は別に検証するつもりで使ってたわけじゃなくて土日の私の日常的な使い方をしていて規制を食らったということでちょっとこれはかなりちょっとこれはかなり私の使い方としては、これで規制が入ってしまうと問題だなっていう感じですね。
でもしかして、まあ、1日 4GB ということでどなたか の、 スペーシーからのメールの中にリセット時間は午前0時ですよという情報があったということを聞いていましたので、まあ、0時にリセットされるんだろうなということで思ってたんですけど、この結果を見るとですね、どうやら0時にリセットされてないんじゃないかなっていう気もしますよね。というわけでちょっとですね、2日目にして不安要素が出てきたこのスペーシー Wi-Fi の 4GB 制限ですね、ちょっとこれはですね、運営さんの方に質問してみようかなと思います。このですね、実際制限の入るタイミングと解除されるタイミングっていうのは、やっぱり他の方もですね、かなり心配していました通り、場合によってはですね、使い勝手に大きな影響を及ぼすんじゃないかなと思うので、これはスペーシー Wi-Fi さんの方に回答を求めた上、またですね、情報を皆さんに提供したいなと思います。というわけで、今回もスペーシー Wi-Fi のレンタルルーター 601HW の、速報動画になりましたけども、いかがだったでしょうか。私のチャンネルではこういったレンタルルーターの話題の他にも格安 SIM の話題ですとか、SIM フリースマートフォンの話題ですとか、まあ、あとですねオーディオ系の機器の話題とかも取り扱ってまして、ガジェット系を中心にやっていますので、もし初めて動画を見ていただいた方で気に入られましたらチャンネル登録の方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。